大阪市立中央江小学校は、大阪府大阪市中央区にある公立小学校。中央区北東部、大ね中央台通及び本町通以北で、阪神高速1号環状線移東の都心部を、校区とする。校区内には、大阪府庁や大阪城、大阪城公園、大阪ビジネスパークなども立地している。小学校南側には、 大阪市立中央栄幼稚園が併設されている。明治時代初期に地域に設置された4小学校を期限とし4校が合併して1885年に創立した。太平洋戦争終戦直後には近隣の中大校と北大校の2小学校を合併して現在の形になっている。明治時代初期の学生発布により、 現在の校区にあたる地域には次々と小学校が設置された。1873年3月に東大組第6番小学校、1873年6月に東大組第7番小学校、1873年12月に東大組第8番小学校、1874年2月には東大組第9番小学校が設置された。 1875年には、第6番小学校は得意小学校、第7番小学校は松江小学校、第8番小学校は亀山小学校、第9番小学校は大手小学校にそれぞれ改称した。1885年7月には4校が合併し、公立中大江小学校として発足した。旧大手小学校を本校とし、 旧松江小学校を第一文校、旧亀山小学校を第二文校、旧徳井小学校を第三文校とした。1887年には中大校尋常小学校と称している。1890年には第一文校へ本校機能を移転した後、1894年5月13日には糸谷町2-11に新築校舎が落成し統合移転した。 校舎落成、統合移転の日をもって創立記念日としている。中大校小学校は1923年には高等科を併地し、中大校尋常高等小学校と称した。1930年には近隣の北大江校の高等科を統合している。1872年11月に東大組、第11番小学校が開校した。 同校は1878年に後半小学校と改称している。また1873年4月には東大組第十番小学校が開校した。島町小学校の名称を経て1878年に石山小学校へ改称した。石山小学校、後半小学校の2校が1885年1月1日付で合併し、北。た。 大江神城小学校が発足している。1895年には、旧石山公式地に伝統合している。1902年には、従来の中大江神城小学校校区の東部を分離する形で、大阪市中大高等神城小学校が開校した。中大高等神城小学校は、東区糸谷町一丁目、旧東区第二高等小学校の跡地を転用して、 解説された。1923年、1941年には国民学校令が施行され、従来の小学校は国民学校へと改変されることになった。これに伴い、大阪市中大江尋城高等小学校は、大阪市中大江国民学校、大阪市北大江尋城小学校は、大阪市北大江国民学校、大阪市中大高等尋城小学校は、 大阪市中大高等国民学校へ、それぞれ解消している。中大高校の高等科生徒に対しては1943年以降、勤労動員が実施され、生徒は軍需工場での作業に従事した。また高等科は1943年、近隣の森宮国民学校の高等科に、吸収合併されている。太平洋戦争の戦局悪化により、 大阪市の国民学校尋常化児童は学童疎開を実施することになった。疎開先は各行政区ごとに指定され、当時の東区では市学園が疎開先として割り当てられた。中大湖国民学校では、神崎郡南五花章村、北五花章村、中大高等国民学校では、加茂群楼、池留村、金田村、北大江国民学校では、 加モ軍やワ町へと集団疎開している。1945年の大阪大空襲では、航空に大きな被害を受けた。中大高等国民学校は、同年3月13日の第一次大阪大空襲で反殖し、また中大高国民学校は、同年6月7日の第3次大阪大空襲で反殖している。北大江国民学校では、校舎被災は、 免れたものの、港区市岡の校舎を全焼した大阪市立市岡商業学校が、北大江校の校舎を仮校舎として使用するようになった。終戦後の1945年10月には、集団疎開から児童が規範し、授業が再開された。地域の被災や、北大江校の市岡商業学校への校舎転用により、中大校と北大校の両校は、 中大高国民学校の校舎を曲がりして授業を実施した。翌1946年には中大高等、北大江両校の尋常化の児童を中大高校に統合した。北大江国民学校は高等化単独の国民学校に改編された。一岡商業学校が別の場所に仮校舎を移転させたことで元の場所で授業を実施した。 1947年の学生改革により、大阪市立中大江小学校となった。また高等化単独の国民学校となった北、大江国民学校は、学生改革により廃止され、跡地を転用して、新生大阪市立東第一中学校が、発足した。東中学校は1988年、大阪市立船場中学校と合併して新たな、 大阪市立東中学校となり、大手前に移転した。北、大江小学校、東中学校跡地は、大阪市立中央高等学校となっている。旧中大高等国民学校跡地は、総合学園の仮校舎として使用された後、1950年に、大阪市立船場中学校が設置された。船場中学校は、東中学校と合併し、 現在の大阪市立東中学校となり、跡地は駐車場や高層マンションとなっている。戦災の影響で休園していた大阪市立中、大江幼稚園は1948年、大阪市立同座幼稚園中大江分園として、小学校内で再開した。翌1949年には、大阪市立中大江幼稚園として復興している。1956年には、 独立園舎へと移った。1959年には学童奨励服が制定されている。卒業生は大阪市立東中学校に進学する。ありがとうございます。